阪神、森下が18日の交流戦最終戦で日本ハムのドラフト1位、細野、東洋大、との対決に燃えた。なんとか攻略できるように、他の人たちは初対戦なので、頑張りたい。中大時代、一学年下の左腕とは東都大学リーグで対戦し、しのぎを削ってきた。しっかりいいところで打てるようにしたい。 交流戦、ラストなんで勝って終わりたいなと思います。プロの洗礼を浴びせて、虎を勝利に導く。